はい、というわけで皆さんお久しぶりです。今回ピボットバンパーの硬さどうしてますかっていう話なんですけど、ピボットバンパーはどういうバンパーかというと、こういう感じでバンパー自体が動く、ピボットの動きをするっていうバンパーになってます。でこいつの硬さを変えることによってどんな風な挙動になるかっていうのが今回分かりましたので動画にしてみました。では一番最初にご覧いただいたと思うんですけど、最初このマシンどうしてもコーナーを抜けてスロープ下るときにどうしてもこっち側によれてしまって何回もコースアウトするっていうことがありました。でピボットバンパーの硬さを変えることによってその飛びが改善されたので、ちょっとどんどん見ていきましょう。ちなみにピボットバンパーの硬さどう調節するのっていう人もいると思うんですけど、こういう風に昔からあるベアリングローラーの側面についてるゴム、これですね、このゴムの巻き数を変えることによって調整しています。今めちゃくちゃついてるんですけど、ここに先ほどのゴムを入れてピボットバンパーの硬さを何本分とか言って調節することができます。それでは早速動画見てみましょう。まずはゴムリング2個の柔らかバンパーです。ちょっとコーナーに当たるところスローで見ているんですけど、コーナーに当たった時にピボットが動いて戻るタイミングでバネの反発によってコーナーの壁から弾き飛ばされているようにも見えます。なんで柔らかいバンパーの方がなんかイメージ的に衝撃を吸収してくれる感じしたんですけど、なんか違うんだなって思いました。次はゴムリング3個のちょいやわバンパーです。もともとこの動画撮ろうと思ったきっかけが、新しく作ったこのピボットバンパーだと全然入らなくなったなっていうところからでして、何が今までのと違うかなと思ったら硬さが違ったんですね、バンパーので。だんだんゴムリングを増やしていこうかなと思って今3個目なんですけど、3個になっても全然こうやって引っかかってしまってるんで、あんまり挙動の変化がない感じがします。そこでコースのつなぎ目のガムテープに注目してみて、こいつによって弾かれてるのかなっていうふうに思いまして、ローラー径を9ミリから13ミリに変更して走らせてみました。そしたら走行はこんな感じ、なんかあんまり効果が見えない感じでした。コーナー直下りの姿勢にローラー径はあんまり関係ないのかなっていうふうにこの結果からは感じました。最後はゴムリング4個の固めバンパーです。はい、というわけで最後一番硬いバンパーですけど、4つにするとあんまり弾かれてない感じがします。衝撃を吸収できているのかもしれません。なんか話を聞いたところでは、まあ勉強したところによると、こういうダンパー類はその硬さまでの衝撃を吸収できるそうなので、あんまりにも柔らかすぎると吸収できずにそのままの力が車体に加わってしまうそうです。なんでまあマシンの速さや重量にもよると思うんですけど、自分のマシンに合った硬さを見つけることが大切なんだと思いました。それでは最後投資で走らせた動画ありますので最後見てください。はい、15秒03でした。まあ遅いですねはい、では今回もご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。